ZNT ザントダースでやろうだろうだーす。ちょっと一緒にやってみたらゼンタさんお待ちしております。はい、いつも楽しい配信ありがとうございます。初めて質問させていただきます。ありがとうございます。質問です。お答えします。お答えできないけどドライバーや解説の方が遠赤を使って車の方向を変えると言っているのを聞きましたが、具体的な状況がイメージできません。車のイン側を遠赤に乗せてアウト側に重心を移動して曲がっているということなのでしょうか。それとも遠赤とコースのグリップの違いを使っているのでしょうか。これだとタイヤに厳しい気もしますが、お答えいただけると嬉しいです。あ、お答えいただけるとめっちゃ嬉しいです。遠赤を使って方向からだから、遠赤でバーンっつってこうバーンって宙に浮いてる時にケッタッ宙に浮いてたら、まあ、方向も変わらないんですよね。だから遠赤に乗っかる瞬間にこうちょっとこうタイヤ曲げてそれで遠赤にバーンと乗っかるとこうなんかこう空中でセアリング切って曲がってる。曲がってないでしょ飛んだら。まあ実際はこんなには飛びませんよ。でも浮いてたら意味ないですよね。この間のハンガリーの角田君と同じで浮いたりしないの。壁に行っちゃいますよね。 F1 変わってきた。浮いてますよ、はい、今特に足回り硬いんで。スロー再生で見ると結構 浮いてる感じあるよね、はい。うん、じゃダメじゃないですか。うん、で、なんで曲がってないんだっけ質問者のって。遠赤を使って遠赤を使って車の方が変えるっていうのはどういうことやと。いやこれだから解説の人がちょっとオーバーに言ってんじゃない。だって遠赤使うってどういうことやと。だから4輪のうちこの1輪だけを遠赤にバッと乗せたらこっちをちょっと車が動くから変わるという意味。ステアリングがまっすぐのままで違うな。だからちょっとあの河合先輩が分かりやすく言うつもりが難しく言っちゃってるだけなんじゃない。どうでしょうね。河合先輩がとは言ってないですけどね。まあ言ってないですね。はい、うん、まあでも実況の人が言いそうになるじゃんこういうセリフを。おっと遠赤使って方向曲げたみたいな、うん、多分解説の方がおっしゃったのかなっていう。そうです、まあ、どういうシチュエーションで遠赤を使って車の方向を変えると、うんうん、言ったのか分かりませんけど、はい、まあ、普通のコーナーであれば、はい、まあ、最近あんま遠赤は使わないですよ。イン側の遠赤は。あ、イン側の遠赤、はい、意外と多分オンボードとか見てると、うん、昔は結構使ったと思うんですけど、それこそ遠赤使って曲げるみたいな、はい、イメージで、はい、イメージでね。でも今は遠赤に乗るとやっぱ車高が変わるんで。あ、やっぱ今はグランドエフェクトが重要だから。あ、下に流れる、はい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 、なるべく車高は変えたくないんで、うん、まあ、別にグランドエフェクトになる、うん、今の22年型になる前からもう21年20年とかからもうそうですけど、うん、オンボードの映像特に予選とか見るとイン側の遠赤ほとんど使ってないですね。へ、あの、まあ、フラットなところの遠赤は使ったりしますけど、うんうん、それはもうコース幅をなるべくいっぱい使うっていう意味でギリギリまで使ってるだけで、うんうん、遠赤の段差を使ってどうのこうのっていうこのここで言うところの遠赤使ってじゃないと思うんですね。はい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 、出口はまあ使ってるっていうか、それもコース幅いっぱいに使うっていう意味で使ったりするけど、特にイン側は車の挙動を乱れやすいんでやらないですけど、はい、うん、多分こういう遠赤使って車の方向を変えるっていうんだと、はい、一番分かりやすいのはハンガリーのあの奥の角田君がクラッシュした先の6コーナー7コーナーみたいな試験員とか、はい、こうキュッキュッみたいな、あ、キュッキュッ、うん、まあ、あとどこだろう、今はもうないんですけどシンガポールの昔のカムイ選手が突っ込んだ10コーナー11コーナーとか、へー、ま、モナコも、まあ、プールサイド試験員とかヌーベル試験員もそうですね。遠赤結構、まあ、高めの遠赤があって、あ、高めの遠赤、はい、はい、で、まあ、普通に走っていくと、まあ、例えばこれがコースだとしたら、はい、こういうふうにおりゃーっていかなきゃいけないところを、はい、うん、ここ遠赤ボコってなってれば、うん、ボコってここに当てれば、うん、引っかかるじゃないですか車物理的に、あ、はいはいはい、タイヤが、うん、で進まないですよ ね、 そうね、でも外側そのまま進もうとしますよね。あ、ここからぐるっと回りますよねっていう、で大体これ1個のコーナーでやることはあまりなくて、うんうん、試験員でこのあとこうなるみたいな、うん、その場合はなるべくこうカットするみたいなのがあったりして、うん、分かった、あれだ、イニシャル D の溝落としだ。
あ、まあ、だからモナコの、うんうん、ミラボー、はい、あのカジノ前からこう、うん、下っていった先のところも昔ここに溝があって、そこにこうイン側のタイヤをはめればスーッと曲がるみたいなことが言われていたけど、まあ、今はもうその溝はないんですけど、そういう溝っていえば本当のこういう溝じゃなくてちょっと排水のこういう感じのところですけど、まあ、ハンガリーの最終コーナーのイン側もありますけど、まあ、そういうことはまあやらないですね、今ね。で、まあ、考えとしてはそれに近い、本当物理的に内側のタイヤを引っ掛けて、うん、こう曲げていくっていうこと、はいはい、内側が引っ掛かってるからグッと、はい、っていうイメージで多分言ってると思う。ああ、なるほどね。だから、うん、ある意味ではそれはその外側のタイヤに荷重かけてっていうのもちょっとあるかもしれないけど、それ以上にそのタイトな低速試験、うん、低速コーナーはもうグリップ走行したらもう間に合わないから、それよりも引っ掛けてコンって、それこそちょっと車浮くぐらいの方がカンっていけてコンっていけるみたいなところだったりするわけじゃん。カカンって曲がるってことね、うん、っていうところで、それがでも例えばレッドブルはできない、今足回りがガチガチでできなくて、そういう試験とかでガンガンっていうのができないからスーッていくからタイムロスしちゃって、モナコとかシンガポールでは遅いっていう、まあ問題がありますよね。まあ今年のモナコで特に顕著でしたけど、それぐらいその他のチームと差があるってことの、レッドブルは。まあ足回り的に硬いんで、多分乗っけようと思って乗っけるとビョーンって飛んでっちゃうとかね。ああ、そういうことね。まあイモラとならないと、ね、イモラの角田試験員もそうですけど、はい、バリアンテアルタっていうところもかなりあそこはイン側のここまで乗っけてギャンって曲げて、あそこは曲げるっていうよりはどっちかと直線的に抜けたいっていう感じが大きいですけどね。それでもやっぱり内側乗っけて引っ掛けてるところは多少あるんで、うん、まあ、だから本当にあのグリップ走行とか、はい、ダウンフォースを使ってじゃなくて、うん、もう物理的にこういうふうに車の向きを変えていくっていう、まあ、逆に言うとそのぐらい低速のとこじゃないとそれはできないっちゃできないですよね、はいはいはい、時速200キロで遠赤使って曲げるはできないので、あ、なるほど、飛んでっちゃうんで、それやるとイン側遠赤乗った瞬間ボーン飛んでっちゃうから、うん、だからまあそのぐらい低速な、まあ、80キロとか、まあ、鈴鹿の試験員はそうでもないですよね。だからね、鈴鹿の試験員言うてあそこ100キロぐらい走ってるんで、あ、そんなスピードは、少なくとも90キロ以上なんで、うん、でもあそこここという感じじゃないもんね、広いもんね。そうガーンって言って1個2個って感じじゃないですか、うん、だから1個1個遠赤内側ほとんど使わないですね。昔は使ってた時期も結構あったと思うんですけど、今の車ではほぼ使わないですね、うん、だからレッドブルも鈴鹿ではそういうロスが出ないと、出ないでしょうね、うん、あ、そういう感じなんだ。ということで、遠赤を使って車の方向を変える、はい、今回の質問お答えいかがだったでしょう。多分タロンが納得できたんで、はい、あの皆さん 100% ご理解いただけたと思います。いや、もちろん多分これ、うん、こうそうじゃないよって、そういうのも、うん、こういうのもあるよっていうの多分いっぱいあると思うんですけど、ね、あ、いろんなケースね。僕はドライバーじゃないので、はいはいはい、分かりませんけど、うん、はい、一般的に言うとそういうところじゃないかなと思いますけど、なるほどなるほど、はい、ね、ということで、遠赤を使ったイニシャル D 走りのお話でございました。今回の質問答え良かったよ、楽しかったよ、どうもありがとうと思った方、いいねボタン、チャンネル登録、 F1 ライフのクッションは F1 ライフすずり支店から、そしてこちらの T シャツ&パーカーは F1 ライフ公式ストアは概要欄から。ありがとうございました。